体制完了、スタートしました。先行争いです。各馬広がりました。最初の4コーナーに向かっていきますが、まず外アイオープナー、シャネル女王、間はウイニングマミー、そしてアルピナ、 MK ミラクルと広がりました。4コーナーカーブして最初のスタンド前です。まず8枠の2頭が出を伺います。8枠2頭、シャネル女王、アイオープナー、そしてインコースからは MK ミラクル、アルピナは4番手、その後少し番組が切れてソフトワルツ、内は道のクレットです。道のクレット中段のやや前の方、その後ろに6番のウィニングマミー、外番目紙が続いていきます。1コーナーカーブ、そして坂本カントリー、あるいはダンストンカマー、最後方から4番のピスカリパピオン、1コーナーを回っていきます。1コーナーをカーブして12番シャネル女王、1馬身半ぐらいのリード、アイオープナーが2番手、2コーナーカーブ、あとは1馬身差アルピナ、内からは MK ミラクル、3番手は2頭です。2コーナーから向こう上面に入りました。あとはソフトワルツが今5番手、その直後には道のクレット並んでいる番目紙、その後方1馬身半ぐらい空きました、ウイニングマミー、外は坂本カントリー、ここも2頭が並びました。その後も1馬身半差、ダンストンカマー、外並んでいるピスカリパピオンです。今600を切りました。先頭から芝居までは10馬身ぐらい、これから3コーナーのカーブに入っていきます。11番のアイオープナーが今度は先頭に立っています。3コーナー回っていきました。ソフトワルツ、そしてアルピナ、外からは番目紙、道のクレットは今5番手あたり、これにかわしていきました。ウィニングマミーと坂本カントリー連れて上がっていきます。 3,4 コーナーの中間、あとは MK ミラクルとダンストンカマー、そしてピスカリパピオン、12番のシャネル女王は遅れました。第4コーナーカーブ、直線コースに向いていきます。アイオープナーがわずかに先頭か、番目紙200を通過、番目紙とアイオープナー、ウィニングマミーが3番手から追ってきた。ウィニングマミー、さあ先頭は7番番目紙か、番目紙内食い下がっているアイオープナーにウイニングマミー迫ってゴール。7番の番目紙がどうやら押し切りました。2番手入線際どくなっています。11番のアイオープナー、6番のウイニングマミー。